1800型は日本国有鉄道の前身である、工部省鉄道局が輸入したタンク式蒸気機関車である。東海道線、京都大津間の開業に伴い、同区間に開催する急勾配に対応するため、1881年にイギリスのキットソン社から輸入されたものである。その性能の優秀さから、間接鉄道のほか施設鉄道でも同景気が多数。 輸入され、オリジナルのキットソン社の他イギリスのダブス社、ベイヤー・ピーコック社、ナスミス・ウィルソン社、ニールソン社、ドイツのクラウス社も製造に携わっている。本校では、これらについても一括して取り扱う。鉄道作業局40801本形式は、先は重輪のない同軸三軸を有するタンク機関車である。計画は、当時の神戸医者観察方 B カイライトによって、 行われている。1881年、イギリスのキット損者から8両が輸入され、54から68と不満された。製造番号と番号の順は揃っておらず、製造番号2452、2453を54、56とし、製造番号2371から2374、2454、 2455、58から64とした。1892年に形式 Y とし、1893年には39から42、44、46、48、50と改版した。鉄道作業局の形式では B2 型と称した。輸入された8両のうち、5両は京都大津館、3両は長浜つるが、 大河機関で使用された。いずれも現在では別線が建設されて切り替えられているが、当時は25%パーミルの急勾配が連続する区間であり、高性能の割に石炭消費量が少なく乗務員からも好評であった。また、この機関車は都職の記録が残っており、機関車全体の彩色は富士と倉木武道主職の混合にして、 黒色と朱色の混合をもって、これを縁取り、との記述がある。文章の解釈の仕方や、これを実験したものが生存していないため、図色の復元は困難であるが、明るい図色であったことは、間違いない。関節鉄道のほか北越鉄道でも1896年に、同景器が五両輸入されており、こちらは、形式 B と称し、煙質が、やや大きく、 クロスヘッドの滑り棒が一本であるのが異なる。このうちの一両は、1904年に日露戦争が勃発したのに伴い、陸軍や先鉄道ひさげり部に供出され、満州に送られたが、1906年には内地に戻っている。北越鉄道のものは、1906年に制定された鉄道国有法により、間接鉄道に編入され、1909年に、 制定された鉄道員の車両形式称号規定により、鉄道作業局のものと合わせて1800型と改められた。1800系の形式図2本鉄道90本形式は製造がダブス社である以外1800型とほとんど変わらない。際としては、きっと損車製の1800型が組み立てに通常のリベットを使用しているのに対し、本形式では 新頭病を使用しており、病頭の出ない、平滑な仕上げとなっている程度である。関節鉄道では1800系の増備として、1885年から1888年にかけて20両が輸入され、1894年と1896年には、日本鉄道へ12両、1903年には、北海道鉄道へ3両が曲がり配線用として、 同系機が輸入されており、総数はオリジナルの1800型をはるかに上回る35両に達する。関節鉄道への導入状況は次の通りである。最初の4両は新越線に投入され、高崎横川間と直越長野間で2両ずつが使用された。次の4両は東海道線の神戸大津間及び北陸線の鶴ヶ大垣間へ2両ずつが、 投入されている。1887年製の12両のうち4両は東海道線の三北沼津間へ投入され、6両は日本鉄道へ回された。2両は京阪新築用である。これらは1885年製のものと細部が異なり、煙質がやや大きく、クロスヘッドの滑り棒が2本から1本になっている。1892年に実施された、 施設鉄道分離に伴う改版では、関接鉄道に残った14両は、形式 Z と改められ、鉄道作業局の形式では、形式 Y と同じ B2 型と称した。日本鉄道へ正式に編入された6両は、D3、3型となっている。このうち、27から29の3両は、日露戦争の勃発に伴い、満州に設立された。 陸軍や先鉄道被下げり部に供出されたが、1906年には内地に戻っている。日本鉄道は、その後も独自に同系車を増備しており、1894年に6両、1896年に6両が、後日のニールソン車、米やーーピーコック車制と共に輸入されている。北海道鉄道へは、本系列としては最も遅い1903年に3両が、 輸入され A3 型となっている。形態は関節鉄道の後期型と同一である。鉄道国有法の施行を受けた1909年の海版では1850型に定められ、関節鉄道、日本鉄道、北海道鉄道の保有者の順に1850から 1884? と改められている。日本鉄道143本形式は製造が ベイやピーコック社である以外、全室に形式とほとんど変わらない。1896年に日本鉄道が30両を輸入したものである。日本鉄道では P3、3型と称したが、1898年に148から152の5両が岩越鉄道へ譲渡され、同社では高1型と称した。配属は東北線の上の周辺。 万越再生である。1909年の海盤では1900型に定められ、日本鉄道、岩越鉄道の順に1900から1929となった。北越鉄道12898年に、ナスミスウィルソン社で五両が製造されたもので、北越鉄道が導入したものである。同社では、形式シート称し、ニ一に配置された。1906年の国有化後は、 アイズ・松、上野に配置され、1909年の開盤では1940型となり、1922年、1923年に廃車となった。携帯的には、煙室からシリンダに至る末広がりラインが配され、蒸気管がむき出しであるのが特徴である。また、側水槽上塩部の R がなく、角張った形状をしているなど、メーカーの個性が出ている。 1901年にナスミス・ウィルソン社で2両が製造されたもので、北越鉄道が導入したものである。1898年製のものとは、動輪直径が異なり、形式 F と称した。1906年の国有化後は、神戸に移り、1909年の海盤では2080型となったが、1927年に廃車と、 なり、三好工業高松工業所に払い下げられた。日本鉄道106,894年、ニールソン社で12両が製造され、日本鉄道に納入されたものである。同社では N3、3型と称した。携帯はダブス社製の後期型と変わらない。このうち、105から108の4両については、日露戦争の勃発とともに、 陸軍や先鉄道被下げり部に供出され、満州に送られたが、1906年には内地に戻っている。1906年に国有化され、1909年の海盤では1960型に改められた。配属は、郡山、青森、尻内で、1930年及び1931年に全社が廃社となり、解体された。 コーブ鉄道1 3千9 0 4年にドイツのクラウス社で製造されたもので2両がコーブ鉄道により輸入された。ドイツ製とはいえイギリス製の b 2系の模倣でありデザインにオリジナリティはあまり見られない。イギリス製に比べて車体前後のオーバーハングがやや短くオリジナルより小さい形式が与えられているのはそのためである。鉄道では k 型とされ、 国有化後の1909年に実施された鉄道員の改版では1550型に改められた。鉄道員からの除籍は早く1916年でいずれも八幡製鉄所に払い下げられている。1907年にドイツのクラウス社で製造されたもので3両が後部鉄道により発注されていたものだが落成は国有化後となり直接間接鉄道席となった。 後部鉄道では、警護型とされる予定であったが、国有化後の1909年に実施された、鉄道院の階板では、道輪直径が 152mm 大きいことから、形式が分けられ、2060型に改められた。この機関車は、煙室が大きく、煙室扉も左ヒンジになっているので、煙室内に特殊な機器があるように思われるが、定かではない。配属は、 三国で1922年に廃車された。鉄道国有法による買収の結果、本グループは100両を超える大グループとなった。イギリス製の基本型だけでも95両を数える。1911年10月末現在の同型車の配置は、中部鉄道管理局管内には27両、東部鉄道管理局管内には47両。 北海道鉄道管理局管内には3両、西部鉄道管理局管内には14両、九州鉄道管理局管内には4両であった。この頃、鉄道院では、機関車の重量を実測するようになり、その結果大部分は、最大軸重14トンを超え、1960型に、至っては15トンを超すことが判明した。そのため、使用可能線区は限定されることとなり、 入れ替え専用となるものも多くなった。配置は全国にわたっていたが、1800型については1922年頃に、東京鉄道局に集められ、田畑などに、配置、1850型については、大阪鉄道局に21両、仙台、名古屋両鉄道局に、各7両、1900型については、東京、仙台両鉄道局に、各10両、 1940型は東京鉄道局、1960型は仙台鉄道局に全車が集められていた。最後まで残ったのは1850型で、全廃となったのは1938年であった。その後、戦時買収によって4両が再び国有鉄道に復席したが、これらも1949年までに除籍された。本系列は高性能であったが、 軸重と全軸巨の大きさから払い下げの例は多くない。上渡については次の通りである。高知鉄道から東洋霊音志賀工場に移っていた1801が1964年に国鉄へ寄贈され、高取工場で復元の上、大阪市の交通科学博物館に生態保存された。1965年には純鉄道記念物に、 指定され、2004年には、鉄道記念物に格上げされている。2014年4月の閉館後、2016年4月29日からは、京都鉄道博物館で、保存展示されている。三好工業日本炭鉱日産科学、日本工業日本炭鉱、地方鉄道及び軌道一覧、昭和18年4月1日現在全長はこれで、正しいが、国鉄形式図は、 1909年版、1914年版とも前後のオーバーハングを6-2としており、端張りの厚み7、8が抜けている。クラウス社の組み立て図による。1914年版国鉄形式図の 2438mm は屋根の幅。クラウス社の記録では160ポンズ、スクエア、インと午前11時が平記されている。ヤードポンド法で設計されているので、 全社を取った。国鉄形式図でも 11.2kg、平方センチメートル。クラウス社の記録及び1909年版、1914年版、国鉄形式図による。クラウス社の記録及び1909年版、国鉄形式図による。1914年版国鉄形式図では72.1平方メートル。1909年版国鉄形式図による。 1914年版国鉄形式図では66.0平方メートル。1909年版国鉄形式図による。1914年版国鉄形式図でも6.1平方メートル。クラウス社の記録による。1914年版国鉄形式図では2.7平方メートル。クラウス社の組み立て図による。1914年版国鉄形式図では、 長さ 3302mm。クラウス社の記録による。1914年版国鉄形式図では37.41トン。クラウス社の記録による。1914年版国鉄形式図では27.74トン。クラウス社の記録による。1914年版国鉄形式図では37.41トン。 クラウス社の記録による。1914年版国鉄形式図では、第3道輪場13.51トン。クラウス社の記録による。1914年版国鉄形式図では4.31、立方メートル。クラウス社の記録による。1914年版国鉄形式図では1.81トン。春工写真により1909年版及び1911年版。 国鉄形式図の値が正しいと判断した。1914年版では 9373mm。クラウス社の1550系の組み立て図による。直径はクラウス社の記録による。国鉄形式図では 381mm。クラウス社の記録には160ポンズ、スクエア、インと午前11時が平記されている。ヤードポンド法で設計されているので、 全社を取った国鉄形式図でも 11.2kg 平方センチメートル。クラウス社の記録も1909年版、1911年版および1914年版国鉄形式図と同じ。クラウス社の記録による1909年版および1911年版国鉄形式図では72.3平方メートル。 1914年版国では74.0平方メートル。ボイラーは1550型と同じとみられる。1909年版及び1911年版、国鉄形式図では66.1平方メートル。1914年版では67.8平方メートル。ボイラーは1550型と同じとみられる。1909年版、 1911年版及び1914年版国鉄形式図でも6.1平方メートル。ボイラーは1550型と同じと見られる。1914年版国鉄形式図では2.6立方メートル。ボイラーは1550型と同じと見られる。1911年版国鉄形式図では長さ3293ミ、mm、リメートルで同じ。 数は147本。1914年版では、長さ 3302mm。数は147本。クラウス社の記録による。1909年版国鉄形式図では36.73トン。1911年版及び1914年版では39.73トン。クラウス社の記録による。 1914年版国鉄形式図では30.85トン。クラウス社の記録による。1909年版国鉄形式図では36.73トン。1911年版及び1914年版では39.73トン。クラウス社の記録による。1914年版国鉄形式図では、第一道臨場13.46トン。クラウス社の記録による。 1909年版及び1914年版国鉄形式図では4.45立方メートル。1911年版では4.46立方メートル。クラウス社の記録による。1914年版国鉄形式図では1.90トン。展示車両一覧。展示車両紹介。京都鉄道博物館。2015年6月7日閲覧。ありがとうございます。